こんにちは、ワインブックスのマーベです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはボルドーの2級シャトーです。これは正確に言えばメドックの2級シャトーということになりますが、こちらに関しましてはまた後で解説をいたします。今回のテーマは視聴者さんからの質問がきっかけで作成をしています。豆鉄砲024643-0707さんからの質問です。丸郷村で3級格付けなのにグランクリューと表記されているラベルがありました。ボルドーは1級イコールグランクリューではないのでしょうか。格付けワインイコールグランクリューなのでしょうか。ご質問ありがとうございます。豆鉄砲さんがご存知のようにブルゴーニュワインはグランクリューが最上級です。おそらくそこから同じフランスワインなのになんで3級なのにグランクリューというふうに思ったのかもしれません。これは分からなくて当然です。外国人である私たち日本人からすればフランスワインと一括りにして考えるのが普通の感覚ですね。そのため知っているキーワードがあるのであればこれは統一した使い方をされていると考えるものです。今回は3級ではなくて2級のワインではありますが、豆鉄砲さんが疑問に思われた3級なのにグランクリューに関しましても含めて解説をしますね。今回のテーマである2級というとなんだ二流品なのか、このように思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしこれはトップ集団の中の2番手群ということになりますから、品質に関しましては間違いなく世界のトップです。ボルドーはどうしても1級シャトーに話題が集中しがちではありますが、2級シャトーこそ注目をしてもらいたいワインが多いです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それでは今回のテーマの2級シャトーの全体像を見てみましょう。今回の意味での2級とはボルドー地方の中でも特にメドック地区の中の格付けの2級ということになります。メドックはボルドー地方の中でも特に高級赤ワインが密集している地区です。ご存知の方も多いかもしれませんが、有名ワインの中にはシャトーマルゴーだったりシャトーラフィートロートシルトなどがあります。1855年のことではありますが、当時の皇帝ナポレオン3世からボルドー市の商工会議所にとある命令がされるのです。その命令とはパリ万博の目玉にボルドーワインの格付けを発表するからそれを格付けしてというものでした。これ言うのは簡単なんですけれども、言われる方はたまったものじゃないですよね。どんな格付けをするにしてもどこかからは文句が出ますし、逆に格付けに満足しているところは黙ってるはずですから。だから品質ではなくて当時の流通価格の上から順に選んでいって、これを1級から5級に並べたものがその格付けになります。今回のテーマはこのうちの2級ではありますが、この2級は現在は14シャトーあります。なお実際の格付けリストはボルドー市の首相組合が市の商工会議所に手紙を送る形で通知をされることになります。その中にはグランダンの記載があります。最初の豆鉄砲さんからの質問にあるようにグランクリューという記載はおそらくこの手紙の中にあるグランバンの記載が影響しているのかもしれません。ここからそのリストにあるワインはすでに選び抜かれた5級のワインなんだよということがわかりますね。念のため当時のリストでは1級が3000フランと記載をされてあります。そして2級シャトーは2500から2700フランですから、このように考えるとさほど差はないですよね。この1級シャトーについては当初は4シャトーが選ばれましたが、これらは全て歴史に名を残すような人物が関わっていたシャトーです。それぞれが品質についても唯一無二の存在感を放っています。そりゃそうですよね。誰だって1級が好きだし、高く売れればそれだけ設備投資にも研究開発費にも充てられますよね。だから現在では1級と2級では価格差は倍以上にも現れていますし、これは知名度で言えば計り知れないほどの差がついてしまいました。では今回のテーマである2級のワインは没落したワインなのかと言われればそうではありません。好奇心はどうしても1級ワインに集中しがちではありますが、こうなると2級に関しましては品質で頑張らないといけないですよね。しかも2級ということは3級から5級までのワインの突き上げもありますから、これは伸びとしてはいられないですね。では当時選ばれたワインとはどのようなものだったのでしょうか。おそらくボルドーワインにある程度詳しい方であったとしても現在の2級ワインとはある程度風合いが違うとお感じになるかもしれません。それでは1855年に2級ワインに格付けされたシャトーを見てみましょう。2級ワインは全部で11です。先ほどご説明しましたように現在は14ですから、まずは分かりやすい数が違うということが分かりますよね。またよく見てみると一つのページにまずは1級が記載をされてあって、同じページに2級が記載をされていますが、この2級の下の方は随分と全て書かれてあることが分かります。これは想像するしかありませんが、当時はすでにもちろんタイプライターはありますし、それから商業出版ももちろんあります。この紙をよく見てみると手書きで追記がされてあったり、あるいは書き直しがあることがわかります。これですと随分な扱いだなとは思いませんか。おそらくリストを記載した側はこれから名を残すであろうリストであるにもかかわらず、書いてる本人はそのようには捉えていなかったと想像することもできますよね。つまりこれは一過性の現在の価格表ですよ、このくらいの感覚であったのではないか、こんな風に想像することもできますよね。それでは当時の2級格付けを読み上げますね。2級はまずムートン、ローザンセグラ、ローザンガシー、レオビル、ビバンデュフォール、グリオーラローズ、ラスコンブ、ブラーヌ、ピションロングビル、デュクリュー・ボーカイユー、
コス・デストゥルネル、モンローズ、このようになっています。これらの11あるシャトーのうち、その中の6つが貴族出身の所有者、そして残りがワイン商だったり銀行業で名を挙げた商人たちが所有者でした。これらのうちのいくつかをピックアップしてみましょう。まずは何といっても2級のトップに君臨しているシャトー・ムートンです。これはリストの並び方を見ると、並び順は別にアルファベット順でもないし、また村ごとに記載をされているわけでもありません。ここにムートンがトップに記載されているということは、おそらく各格付けの中でも流通価格順に記載をされているのではないか、このように見て取ることもできますね。このシャトー・ムートンはこの段階ですでに銀行家のナサニエル・ロートシルトが所有者であったことが分かっています。ナサニエル・ロートシルトはシャトー・ムートンをこの2年前の1853年に買収をします。ここでおやと思ったあなたは鋭いです。これは非常に興味深い話ではありますが、1853年にシャトー・ムートンを買収したナサニエルは、この際に一家の名前を冠してシャトー・ムートンをシャトー・ムートン・ロートシルトに改名をするのです。にもかかわらず、このリストにはシャトー・ムートンとしか記載されていませんよね。この頃は銀行業で成り上がったビジネスマンがボルドーワイン界で幅を利かせていたんですね。これは見方によれば、金に物を言わせてシャトー買収が続いていた、このように考える人も多かったでしょう。こうなると当然それまでの貴族だったりワイン商たちはいい気がするわけがありません。ひょっとしたらこれがムートンの二級格付けに影響したのではないか、このように考える専門家も多いです。これはひょっとしたら意地悪でムートンとだけ記載したのかもしれないですね。ここに記載があるシャトー・ムートンは100年後の1973年にジャック・シュラクの署名によって一級格付けに昇格をすることになります。次に押さえていただきたいのはシャトー・レオビルです。ここにラスカーズの記載がありますよね。ここにある人物のラスカーズはナポレオンの側近中の側近で、英語が堪能で頭脳明晰、ただし実際の見た目は猫背で平身低頭だったとされています。ラスカーズはナポレオンに心酔をし、あまりの忠誠心のため追従のあまりナポレオンよりも背が低くなった、このように皮肉られるほどの忠誠ぶりだったのです。この人物の一族が所有者であったのですが、ここはその後に相続で3つに分割をされることになります。これで1減って、そして2増えましたよね。そしてシャトーローザンはローザンセグラ、ローザン菓子に分割をされ、ピションロングビルはピションバロンとピションロングビルコンテストラランドに分割をされます。これで結果として14シャトーになり、現在に至るということになります。さて、このようにして2級シャトーを見てみましたが、ソムリエ、ワインエキスパート試験ではまずはこれを覚えないといけないんですよね。これをただのアルファベットの名前だと思って覚えてみると、これはさすがにやっていられないですよ。僕だってこれを機械的に覚えろと言われても絶対に覚えられません。そこでここではいくつかのグループに分けて2級シャトーを分類して、その背景を探ることで何とか覚えてみてはいかがでしょうか。なお、これからご紹介するような覚え方ですと、例えば語呂で覚えたりする方もいらっしゃるかもしれません。勉強の仕方は人それぞれですから、もちろん語呂で覚えても何の問題もありません。逆にこれは背景だったりエピソードで覚える方が非効率的かもしれません。ではまずは2級の全体像を見てみると、スーパーセカンドというグループがあります。このスーパーセカンドというキーワードは2級のワインの中でも特に1級に品質が近く、評価も価格も一段上になっています。このスーパーセカンドに関しましてはいろいろ意見がありますが、間違いなく入るのがレオビル・ラスカーズ、デュクリュ・ボーカイユ、コス・デストゥルネル、ピション・ロングビル・コンテスト・ラランド、このあたりがスーパーセカンドに挙げられています。このうちコス・デストゥルネルは珍しい東洋風のシャトーで知られています。コス・デストゥルネルの昔のオーナーが東洋に自分のワインを売りに行ったところ、なかなかこれが売れなかったんですね。これにしょんぼりして売れ残ったワインと共に帰国をすると、すると帰国してみるとワインは熟成をして見違えるほど美味しくなっていたんですね。そしてこの美味しくなったワインを売り出したところ、フランス本国でバカ売れをして、そしてこの経験からシャトーを東洋風にしたというエピソードがあります。シャトー・デュ・フリ・ボーカイユは美しい小石の意味のシャトーです。その名の通り、シャトーの土壌の表面にはキラキラ輝く小石が混じっている土壌とされています。シャトー・モンローズはバラの山のシャトーという意味です。この畑を開墾当時は湿地帯だったにもかかわらず、ここの畑だけがピンク色のお花に囲まれていた、この光景からシャトー・モンローズと名付けたとされています。これらのスーパーセカンドの場合は熱狂的なファンも多く、価格も高いんですけれども、1級前に比べればまだマシです。頑張って何ヶ月間か貯金すれば買える金額ではありますから、頑張って試してみるのもいいかもしれないですね。これ以外のグループですと、スーパーセカンドにもありましたが、まずはレオビルファミリーが3つあります。シャトー・レオビル・ラスカーズ、シャトー・レオビル・ポアペレ、シャトー・レオビル・バルトン、そしてローザンファミリーのシャトー・ローザン・セグラ、シャトー・ローザン・ガシー、さらに2つのピションのシャトー・ピション・バロンとシャトー・ピション・ロングビル・コンテスト・ラランド、さらにこれらに加えてマルゴー AOC のラスコンブ、デュルフォール・ビバン、ブラーヌ・カントナック、この辺りを入れますと残りはシャトー・グリオーラ・ローズだけになります。このシャトー・グリオーラ・ローズは元裁判長が所有者だったシャトーでもあります。もちろんこれらだけで覚えられるはずはないですよね。資格試験の方はやはり書いたり読んだりして覚えていくしかないかもしれません。その足しにでもなれれば幸いです。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はボルドーの2級シャトーを検討してみました。今回は2級のシャトー群を本当にざっくりと見てみましたが、もう格付けから165年ですよ。今回ご紹介しましたように、今とは名前の違うワインもありますし、相続だったり様々な事情で分割したシャトーもあります。品質に関しましてもやはり栄枯盛衰はあって、名を挙げたシャトーもあれば逆に没落をしたシャトーもあります。ただしこれらは本当にワインの価値がひっくり返っていたら、さすがにこの格付けは格付けどころではないですよね。この頃に出来上がったワインの価値観は実は今でも有効だということの証なのかもしれません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。